マト、今日は何があってもずっと一緒にいるからな。もう気にしなくていいのに。すっごい。何が入っているんだ。え、お弁当とか、お弁当とか水筒とかかな。よかった。ヤマト、ブローチ似合うぞ。そうか。全然だよ、うち結構体力あるから。でもごめんね、恥ずかしい。ヤマト、好きだ。ヤギオくんにもらったブローチ、ダメ。自力で登るのは無理だな。ここはどこだ。砂川くん、かっこよかったけど無理くさいよね。全然話せなかったし。母さん、体は大丈夫か。うん、大丈夫だよ。タケオくん、気をつけて。大丈夫だ、ヤマト、帰れるぞ。かすかに車の音。不安なんだな。ゆっくりでいいから日のあるうちに進もう。何得意じゃないんだけど、外で食べるご飯って美味しいね。ヤマト、不安なんだな。安心させてやる。ヤマトはここで寝てくれ。絶対にヤマトを食わせないぞ。待ち受けにすると彼氏できるらしいよ。誰だろう。います。リンコは私の家にいます。他の友達もみんな一緒にいます。待って、留守番電話サービスに接続いたします。ちょっと携帯通じない、どういうこと。リンコと彼氏どこ行ったか知ってる。ピクニックの後。え、ピクニック。何何。ラップラップ。手繋いでもいい？うん。タケオくん、何今の。守ってみせる。お。プラネタリウムみたいだね。そうだな。幸せだ。それにうち、もし一生このまま山奥で二人きりで、タケオくんの寝顔めちゃ大好き。おやすみ。眠っている顔を見て。小動物が。わかるよ、タケオくんといると安心して。ヤマト、怪我はないか。うん、大丈夫だよ。だね、やった、よかった。ヤマト、好きだ。うちはナナコの家行くね。おう、よろしく伝えてくれ。俺もだ。っていうか、うん、リンコ来た。寝ないで待ってたし、うん、初めてだったし、ずっと外だったし。外？おかえり。大丈夫だよ。あんたどこ行ってたの。山だ。ああ、そう、山。楽しかったんだ、タケオくん、ありがとう。バーンと飛んで、ボーンで、はいはい。